これキムタクがゲックがピンチだそうです。早くも一桁、今日中一桁だったんですね、視聴率ね。これ、まあ、トースポですか。ついにキムタクゲックが一桁を割り込んだ。風間キミチカ今日中ゼロ。第3話平均世帯視聴率は 9.8。 まあ一桁そう、ギリ一桁ですけどね。10でもあと 0.2 で10ですから、それが8とかになるとまあまあキムタクとしては厳しいなと思うけど、 9.8 だったらもうほぼ10ですよ。昨年4月期に主演した未来への10カウントは1桁台から2桁に回復したが、今回このまま低空飛行を続けるのではないかと心配する声が上がっている。表情は初回こそ 12.1 だったもの、2話では 10.7 にダウン、さらに3話では 9.8 と1桁台になった。で、木村拓哉がボクシングコーチ役として挑戦した未来へのカウントダウンも初回 11.8、 2話が 10.5 と苦しめ、3話 9.9、 またこれも10ですけどね、ほぼほぼね。キムタク史上初の1桁の数字を出してしまった。まあでも今の時代を考えたら 9.9 と 9.8 はかなりいい数字ですよ。ある芸能関係者は、週初めの月曜日午後9時からの等がヘビーすぎて見ていてしんどくなると声が少なくなります。ああ、まあ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 ね、そうね。だからそれはキムタクももうゲックって呼ばなくていいんじゃないかって言ってたやつですよね。風間は木村が新人刑事を厳しく見張り指導していくという痛快さはない。まあ、怖いんですよね、風間はね。ラブコメディのようなものだとゲックらしくお気軽に見ることができるかもしれませんが、事件を解いても、木村には笑顔一つないですからね。もうちょっと萎える視聴者もいるようです。萎えますかね。僕も見てて面白いんですけど、まあ確かに喜怒哀楽がこの風間教官にはないんですよね。ただなんかそれを心の中になんか熱いものを持ってる、優しさを持ってるっていうところをキムタクは出してるんで、そこまで読み解けばかなり面白い、深読みすれば面白い話だなと思うんですけど、未来へは第3話で1桁に落ち込んで、第5話で2桁に回復した。でも今回はそのままずるずる抵抗飛行を続けるのだと心配している。第1回、第2回では赤楚衛二、第3話に新垣結衣が登場した。来月1日放送の第4話でも、新垣会となる。そうですね。2回やるんですよね。実は富士としては、新垣が視聴率アップの切り札だったんですよ。ところが逆に下がってしまった。この後、そう、北村匠海や白石麻衣が続くと見られていますが、いや、荒垣で下がったのにこの二人で上がるのかとは言われているってことね。まあでもガッキーで下がったの意外ですね。赤楚衛二君ってやっぱ、まあいい時に出たんでしょうね。1話2話でね。でもガッキーも悪くなかったですけどね。かなり僕は良かったですよ。ね、あんまり僕は目立って演技が上手い人かなとかそういうのは分かんなかったんですけど、この教場の時のガッキーは、いや演技上手かったですけどね。あ、ガッキーってこんな演技できるんだってちょっと思いましたけど、まあ、こういうドラマにガッキーが出るのって珍しいじゃないですか。こういうシリアスなやつにね、なんかもうちょっとポップなやつのイメージですけど、もちろんこれから V 字回復する可能性はないわけではないが、キムタクゲックのピンチには間違いない。まあでもこれはでもずっとキムタクは本当に最初からもうゲックって言葉使わないでくださいっていうようなことをずっと始まる前から言い続けてきてるんで、これをゲックってもう言わない方がいいと思いますけどね。まあ月曜日に9時からやってるからゲックってなるんでしょうけど、今までのゲックとは全く違う物語なんで、逆に僕はここは今までのゲックみたいなドラマだったら僕見てないっすもん。これ風間公親だから、教場だから僕は面白くて見てて。どちらかというとこっから月10にあった前の、つよぽんの罠の戦争とかに近い、感じの見方の方が僕はしっくりくると思いますよ。だってあっちだってね、月曜の10時からあんなね、騙したり騙されたりするような、もう人間の嫌な部分をやってんのを月曜日からやってたんで、それに対抗するようなドラマだから、これはなんか普通のゲックとして比べるのはキムタクには僕は悪いなと思いますよ。それこそ本当にスマップ対決じゃないけど、つよぽんなんかと比べた方がいいと思うし、まああとはあれじゃないですか、キム福戦争でしたっけ、福山さんの方ですかね、あれも警察ものですよね。だからこっちも警察もの、福山さんも警察もの、ただ警察だけど見せ方が違うね。あっちは全盲の警察官だし、こっちはもう昔からいるような昭和の親父みたいな警察官っていうね、全く別物ですけど、でもまあ警察対決として見やすいのかなと思うし、
福山さんのラストマンも初回だからあんな良かったんであって、まあ、どれぐらい下げてくるのかなっていうところですよ。で、キムタクナ僕はこれは、あんま下げ止まりになってくるんじゃないのかなと思いますよ。9% 台からまた10%とか、なんかそこを繰り返すんじゃないかなと思いますけどね。